カダップラン。サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルです。はい、てことで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今宵もゆんちゃん一人でのオープニング動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。これなかなかこう、月間で一人でオースプリング撮るの久々なんじゃないですか、これ。確かに。だいぶね、このブランケスがあったんですけども、今回はもう本当、まあ、そのブランケスを感じさせないかのような、とてつもない企画、持ってきてまいりました。はい。ってことで、まず企画の説明をする前に、皆さんをね、戦いのね、舞台になるバトルフィールドの方へご案内していきたいと思います。僕についてきてください。うん。うわっ。いつもありがとうね。やばい。おいつもありがとうね。感謝を伝えた。感謝ね。感謝。はい、ってことで、どうぞ。まずは、こちらの、キツチンが、ファーストバトルフィールドとなっております。はい。まあ、てことでね、早速ね、企画の説明をしていきたいんですけれども、カラースペース、まず例の、物を、お渡しください。了解。こちらです。これでもう皆さんだいぶ視聴者デスターの頭にこう電撃が走ったんじゃないでしょうか。はい、てことで本日の企画、ズバリ、お兄ちゃんの iPad と凍らせてみたー、こちらでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。終わりでございます。サワイアンチャンネル、最終回でございます。今までありがとうございました。本当に4年間で、頑張ってきましたけれども、本当に楽しかったです。はい。ってことで、もうね、このタイトル聞いた時点で、もうみんなもう、こう、慌ただしくこう、視聴者がこう、困惑しているのをね、もう目に見えてますけど、はい、皆さんちょっとご安心ください。ちゃんと順を追って、企画の説明をしますので、ちゃんと聞いててください。ってことで、こちらの iPad とですね、パツトミね、もう完全に、お兄ちゃんの iPad に見えるんですけれども、こちらの iPad なんと本物そっくりのダミーの iPad でございます。すごくないですか、これ。めっちゃリアルね。これ完全にもう原寸大っていうんですか、完全に本物をこう真似して作られたものです。で、もう電池とかも何も入ってないです。完全にこう図工の作品みたいな。究極の図工の作品。用途は特にないです。別に電池も入ってないし、そういう特別なね、ちょっと物を取り寄せてきました。もう完全に凍らせてくれと言わんばかりの、そのために作られたと言っても過言ではないこちらの iPad とを奇跡的に入手することができました。ってことで、本日はこちらを使って、お兄ちゃんね、本物の iPad はケースから取り出して我々の方で隠しておきます。で、ケースだけお兄ちゃんのスタジオに置いておいて、そしてこれはこれで凍らせて冷凍庫の中に入れておけば、自分の iPad がなくなっていることに気がついたお兄ちゃんが、多分探し回ると思うんですよね、あれないぞつで、見つけた時にこれが凍ってたら、もう間違いなくこれ、自分の iPad が凍ってしまったって思うと思うんですよね。これ完璧なドッキリなんじゃないですか。完璧な。で、絶対気づかないと思う。人ってもうこう、パニックになると、冷静な判断できなくなるんで。で、しかも凍ってるから、もう触れないんで。これ究極です。っていうことで、でも早速ね、準備していきたいと思うんですけれども、凍らせるための容器。これがやっぱ重要なんですよ。前回のサングラスもピンスポイントの容器あったんですけど、あれだと入らないということで、今回、はい、こちら3つね、用意したんですよ。これちょっとね、それぞれ結構微妙で、みんなとね、相談したいんですよね。どれがいいのかなっていう。サイズがね、絶妙なんですよ。で、最初これいいかなって思ったんですよ。で、一応でかくてね、入るし。これもまあまあいいよね。ただ、ちょっとこの、霞がかってる。スモークだから、わかりにくいね。ちょっとわかりにくいし、もっとね、パニックってほしいんですよね。これはちょっと、芸術性、アート。やっぱ、サマリアちゃんの動画ってアートなんで、芸術にちょっと欠けてる。もっとこうクリアに自分の愛する iPad が見えてほしいなっていう思いがあるんです。これは一旦ちょっと、なし、落選。で、これもまあ同じだよね。幅は広いにちゃんと入るんですけど、スモーキーがちょっとかかっちゃってこれ良くない。そしてですね、これね、見てくださいこれ。めちゃくちゃクリア。めちゃくちゃクリア。もう透明。なんですけど、これ、入れてみると、ちょっと合わないんだよね。ちょっと。
ちょっとハニアイパツとしてるんですけど、これ逆にいいんじゃないかって思ったんですよね、うん、っていうのをこの絶妙ここまで凍るわけですから、こっからちょっとはみ出てる、でも取り出せない、このもどかしさ非常に見物になるんじゃないかっていうことで、これめちゃくちゃいいんじゃない、逆にそれでしょ、逆手にとって少し触れるけどそれ以上触れないっていう、この絶妙な素晴らしいこの光景がね見れると思うんで、こちらを今回は採用していきたいと思います。ということでもう早速入れちゃいます。はい、何度も言いますけどこれはもう本物じゃないんで、いくら濡らそうが何しようがもう全く問題ありません。もうやりますか。水を入れていただいて、なんかこれ本物じゃないで、なんか怖いですよね確かにもうほんとそっくりだからさ、すごいっすよね。電池を触れるとちょっと困るんで、こう、うん、こうすれば電池ここにあるから、うん、つけることができない。これ触られるとあれつかねえじゃんみたいな、まだいろいろごちゃごちゃ言う可能性があるんで、うん、こうすれば完全反省ができる。うわうわ、おはよう兄ちゃんだよこれ完全に。徐々に水が溜まってきております。これギリギリまで行きたいね、ギリギリまで。これどうよ、ちょっと待って、どうですかこれ、ちょっとカンプ来て、これどうよ、これ芸術的なんじゃないか。ここまでが氷になるわけでしょ、ここまで氷でしょ、ここまで、これ完璧なんじゃないですか。すごいな、これすごくない？もう少し上から足すこともできるけど、ギリギリ狙って。ってことで、ちょっとこれ慎重に行きたいんですけど、入れるの大変だね。これ入れるの難しいよ。でもまあ、YouTube コムでもう、4年目ですから、うち。もうそろそろ上場考えてますから、うち。できるか。YouTube コムでもう上場考えてますから。ってことで、ちょっと、お慎重に行きますね。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、一回ちょっとムーブを考えよう。減らしてさ、入れて。後から足すっていうね。確かに。あ、その、やるじゃん。やるじゃん、ペス。いいですか、昇級。いや、まあ、いいよ、あげとくよ。ボーナス、あげとくよ。じゃあ、一回減らして、こんぐらいだね。一回ちょっと減らします。で、もうちょい出します。これ大事なんだよ、大事だから試行錯誤してるから、やっぱよし来た、でよし来たいいです。で冷凍庫の中なんで慎重に、これもう高度な技術が必要なんで皆さん気をつけてくださいね。自宅でやるときは気をつけてください。どうした、結構ギリ右がギリだから、いや、ま、あ、もうちょい狙える、もうちょい狙える、やっぱみんなの期待に応えたい、もう表面張力のギリギリを狙う。どうしよう、ここどうですかこれ、完璧なのでは、若干こうはみ出てる感じ、うん、よし、ってことでこれあとは無事に完成したんで、これちょっと封印しますね、慎重にうわ、おやすみなさい、今日前日ですので慎重に、まあ大丈夫か、大丈夫まあ大丈夫か、大丈夫、ちょっとぐらい大丈夫ですから。はい、ってことで完全犯罪が無事に完了した模様です。ってことで今日の作業仕込みはまあ一旦ここで終了ということで、あとはね次の日ですね、これがおそらくもうカチカチに凍った iPad が完成すると思いますので、あとはもう次の日に移動して、明日もお兄ちゃん撮影がありますので、必ずねこのスタジオにやってきますので、そのね、次はね次の日のドッツキリの画角から始まると思いますので、ぜひね皆さんそちらの楽しみっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、通知オンのボタン忘れずに押しておいてください。ってことで、次の日に移動していきましょう。シャー、はい、ということで、あれからね、約1日ですね、24時間が経過しました。これ、どうなんですかね、言ってるんですかね、これ。言ってるんじゃないか、一応ね、その理論上ユンチョルの計算上ね、いろいろ細かく計算したんですけれども、素晴らしいこの芸術作品が完成しているはずでございます。ってことでもう早速見ちゃいますか、完成してるかどうかっていうチェック、これできてないともう話にならないですから、お願いします。いきますか、じゃあいきますよ、3、2、1、おはようお兄ちゃん。おおすごくないか、え、これ
線に一瞬取り出しますか。怖いね。わお。おお。すごくないか。見てくださいこれ。完璧じゃない。ワッツアルバだこれ。もう。やっぱこのはみ出てる感じがすごくいいよね。すごく。すごくない？言ってるねこれ完全に。一瞬何なのかわからないですけど、うん、お兄ちゃんならきっとわかるはず。綺麗に氷ですよ。すごいな。カッチンコッチン、カツチンコツチンになっておりますよ。ちゃんと氷。うわ。すごくないか。すげえ。すごいっすねこれ。これは完璧でしょう。もう想像以上の出来。これがユンチョルコウみたいな実力。ね、こう霜をこう拭いてあげると。出てきますから。こう見れば見るほど、この iPad であるっていうね、もう実感が湧いてくる。そんなね、素晴らしい作品になってる。こっからこう、氷がこう、はみ出ちゃってる感じが。すげえ、アートだね。アートだね、これ、感じ。これなんか美術館とかにね、置いてもいいかもしれないですね、これ。お兄ちゃんの凍った iPad とっつって。現代アートですよ、これ。これは一旦しまいましょう。おつけ、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 グーグル。ってことで、一旦ね、肝となる、コーツとアイパッツとは完成しました。で、もう一つ、やらなければいけない作業があります。こちらですね。はい。ガチの、お兄ちゃんの、アイパッツですね。はい。これ本当のやつ。これも、入れときますか。本物は無事かと思いきや、本物の本体っていう。それはさすがにね、さすがにそれはできないんで、こちらをですね、ケースから取りましょう。で、こちらの iPad を隠します。どこに隠しますか。これは絶対見つかっちゃいけないんですよ。これが見つかったら終わりだから探し始めるから。確実にペスニキが持ってればいいか。ペスニキの リツク。ああ、それありだね。ペスニキのリツクにこれはしまいましょう、うん、これプレゼントします。ペスはもうこれ死守、死守、もう絶対見つかっちゃいけない。死守します。死守してください。で、こちらのケースをどこら辺に置いとこうかな。どこがいいですかね。こう、もう台の上に。わかりやすくね、わかりやすくこういう風に置いておきますか。あれれれれれってなるはずなんですよ。確実に何かがおかしい。なんかこの iPad と変だなってなる。聞いたことあるぞ。え、なんですか。いや、変なんですよ。変だよね。何かがおかしい iPad とか台の上に置かれてると。ここでこう、いろいろお兄ちゃん考え始めると思うんで。で、エペスはもう、これ iPad はもう、これもう、リュツクの中もう、リュツクの中しまってください、ね。これ大丈夫でしょ。これさすがにここは見ないでしょ。絶対ここは見ない。でもこれお兄ちゃんにもう探させましょう。うん、iPad と見つけられるがチャレンジで宝探しゲームですよ完全に。それでうまくね、うまくあそこまでたどり着かせればもう完全に完全犯罪が出来上がるっていう話。これ天才的じゃないですか。天才だ。完全準備整いましたね。はい。まあ、てことで、あとはもうお兄ちゃんいつ来るかわからないですけれども、もうひたすらもうここでもう待機して、お兄ちゃんに、ドッツキリを観光を仕掛けていきたいと思います。てことで、あとはお兄ちゃんの、登場を待ちましょう。シャー！来た。来たね。おはよう、お兄ちゃん。申し訳ない。ああ、もう深い。本当に申し訳ない。なんかやっちゃなかったな。本当なんかなかなか進めない。そういうのも。深いだわ。久しぶりに来ると深いだわ。おはようございます。深いの極みだね。最近足りてなかったかなって思って。10時16分。結構。言われて忙しいから、早めに全部済ます。邪魔。帰って。もう帰る。帰ろうか。帰るか。じゃあお兄ちゃん言うね。早朝帰ろう、お兄ちゃん。よくいいのかなと思って。はい。あ、本当？じゃあもう帰りますか。帰ろう。別にこう、帰るのありしに来たの？え？何しに来たの？いやいや、もうなんか、お兄ちゃんの様子を見に来た。様子。何？様子。生態調査。いや、なんか、どう？このスタジオ。ちょっと直球的な質問投げるけど、ストレートな質問。まあ、カーブかな。どう？このスタジオ。普通でしょ。あ、普通。じゃあ帰りますか。じゃあ帰りますか。行こっかも。
ね、変えようか。もう何したか早めに言って。え、もう何、あ、じゃあ分かった。1個おかしな、おかしな点がある。おかしな点、おかしなことにするなよ。変なスタジオ、変にするな。変なスタジオ正せ、もはや変にしないでくれ。今日のテーマ変なスタジオ、変にしないでもらえる。なんで変にしてんの。なんで朝から変にしてくれてちょっとお兄ちゃんさ、そのスタジオマンネリ化してないかなと思って。ちょっとで最近良くなったんで、まあ、いろいろ昨日の方 の協力もあって。そうだよね、うん、それは分かった。なんで変にするの。ちゃんと見てるかなって、このスタジオ大事に使ってるかなって、変化に気づいてくれるかなっていう。今日もゆるい、ただ間違い探しゲームみたいなね。簡単だよね。簡単、マジで簡単。ちゃんとこう見て、こう注意深く、もう明確っすよねこれ。ちゃんと注意深く。これ、ね、見つけたらなんか。いや、まあそれはちゃんとこっちもそれ用意してるよね。で、ただ制限時間あるから。ざっと5分。制限時間ある。これ宝探しゲームだよ。いいねいいねいいね。注意深く見てて。俺のやつだ、こう糸引いてんの。おこれ俺のやつ。お、鋭い、うん、さあここで第一ステージクリア、第一ステージクリア。これマジ変化に気づいたね。変化何か今日だよ、うん、今日山本由伸使ってみて。ああちょうどいいね。いや、それを取るためにはね、今日だよ。そのために今朝来て、今日すごいですね。ジャストですね。タイムタイムリヒット。変なことしたらマジお前の頭部にグラミーソラの勝ち込みだ。変なことはあ、変なことはしてるけど、あの悪いことはしてない。何が面白いんだ。何笑ってんの。いや俺朝で朝ごはんも食べてないし、水もろくにまだ飲んでなくて、すごい不機嫌だけど大丈夫そう。大丈夫大丈夫大丈夫さっき言って大丈夫大丈夫。ゲロオーライ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 クリア。ゴロゴロ入り出して。いやいや、これ、はい、こっからが本当の撮影しなきゃいけない。宝探しゲーム、はいスタート。どう誰全然ヒント出すから、あの近いとか遠いとかそういうヒントは出すから。誰普通にだるいじゃん。どうしよう、今視聴者も思ってる。ただ多分だるいやつ。いや、そうだよね。みんな思ってると思う。10時からこんなことされるって。僕皆さん朝からなんかしました。僕来ますけど何もしてないで。なんかしたお前みたいな。何もしてない。なんでこういうこと。いいことしかしてくれてない。代役だよ。まだ俺マリオカートで粘着されてる方だ。まだマシだ。現実世界で粘着されるの結構普通にウィグイの。じゃあ遠かったら冷たいって。ちょっとまだ冷たい冷たい。熱くなってきたらチャンスだるい。冷たいで、ね、よしスタート行こう。アップアップリクリエーション。はい、冷たいな。あ、冷たい。あ、そこ。リクリエーションとかね。あ、でも、まあ、距離的にはちょっとあったかくなった。ちょっと近づいたね。こっちじゃない。ああ、冷たい。冷たい。サップ。ああ。ラリーンだよ。テンション。テンション低すぎるんだよ。朝から冷たいじゃないんだよ。しょっぱとしておかしい。お、そのドアの場熱い、熱い。熱い。熱くなってきた。これも多分分かったわ。 お前のその脳細胞の多分マジ。え、でもだとしたら、もし俺が今思い描いてるビジョンが、うん、もし現実になってるのであれば、お前は死ぬよ。え、ちょっと待って。まあいいや。じゃあとりあえず話に休養点的あるけど、まあ、普通に頭悪いから、多分俺の予想当たってる気がする。お、熱くなってきた。知る。熱い。おお、あっちー。頭悪いんだもん。そう。じゃあ、やけどする。あっち。どうすんのこれ。どうする。俺見たくないんだけど。え、だって今、何そこ行ったけど、どこ、キッチン、怪しい。ラン。やばい。ちょっと待って。落ち着いて。
話し合いもないんで、やっちゃってんだよ。じゃあ冷静に話して。映せない、映せない、映せないから映せないから。ちょ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 、待って待って、大丈夫、その距離は保とう。一回ちょっと、ちょっとしまいに行こう。そうそうそう、冷静。ちょっと、どうした。ゲーム実況者とかやめようかなと思って。YouTuber とか全部普通のできねえもんな。だって、ね、こんなことされるの。ここ使えるじゃん、兄ちゃん。ここ壊れたよ、これ確実に思ったじゃん。いや、なんかすごい暑かったんだよね、その iPad が。で、冷やすたびに、前ユンチョの携帯もさ、暑くなって使えませんみたいな、出てきたの。iPad も出てきちゃって、昨日ね、それで、博多のお前、路上に置いてねえんだよ、別に。絶対暑くなってない。急いで。お前、多分、タンパク質食いすぎて、手の感覚おかしくなってる。それで、そういうの、ごめん、もうなんかそんな、つまんないさ、つまんで、お前のそのわけわかんねえものに付き合ってる。昨日、冷却しないとって思って、入れたの忘れちゃったよね。うん。置きっぱにしちゃった。5分だけ入れるつもりだったから。水にも入れた方がいいかなって。で、こう、冷凍庫っていう。応急処置したはずなんだけど、知恵袋なんか書いてありましたよね。書いてあった。いや、そもそも水につけてる時点で終わってるから。耐水機能みたいなのあったか。ねえ、やっぱ、ね、iPad、お前 iPhone じゃない。iPhone でも入れっぱなしダメなんだよ。間違えた。あ、ちょっと待って。ちょっと。いや、現実受け止めきれない。いや、待って、本当に。現実受け止めきれない。いや、受け止め、いや、これ現実なのか。なんか、いいな、もう。あ、あったあったあった。ああ、ちょっとダメだ。ラン。行くよ。やれるからね、普通に、うちは。まっすぐ。得意だから。やれるから。ちょっと待って。終わったじゃん。え、今日これ取れない?あっと、めってくれ!I can't breathe! I can't breathe! Go! やるから。いや、ごめんなさい、本当に。でもまだもうお前ごと凍らせるわ。お前ら二人でも凍らせるわ。うん、それが一番いいよ。首から下凍らして動けないようにするわ。冷凍庫で、うん、冷凍保存、うん、それでいいわ。いつ解凍する。それ企画ね、次の。よろしく。高評価押しといて。お姉さん、ちょっと楽しみだ。ユンチョルとカナスペースで凍らせてみた。やるわ。高評価は1万でやります、余裕で。決定、うん、少ないですね。1万で10万ぐらい。1万で凍らせる。全然いい、全然いい、全然いい、全然いい。決定ね。じゃあお兄ちゃん、まだ終わってっから。このゲームまだ終わりじゃないです。クソだから、こいつまだ宝探しゲームついてる。ゴミってるから、うん、まだ宝探しゲームついてます。終わり終わり終わり。エンディング、はい。いや、終わってない。宝探しゲームがまだ続いてます。続いてねえ。いや、続いても見つけてんの。いや、じゃ今ってかもう地獄見つけてんの。お兄ちゃん今めっちゃ熱い。まだもう一個見つけてる。何が熱い、熱い、熱い、熱い。何が熱い。今熱い。何も熱いね。もう一個宝かける。何、まだやってる。まだやってる、まだ続いてる。このゲームはもう一個、もう一個宝隠してあります。何、熱い、熱い。あと向きだけ、向きだけ、向き向き向き。熱い、熱い、おー、熱い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 。あ、その店もめっちゃ熱い、熱い。あ、もう一息。あ、そっちじゃない。すごい、今一瞬暑かった。あ、違う違う違う、冷たい、3分。
もうちょい、もうちょいこう、ステイロー、ステイロー。おい、いいよ、いいよ、いいよ。もうちょい、もうちょい、違う、向き逆、逆、逆。そう、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 でもっと、ステイロー。で、どこだよ、何が。もっと、もっと手前、もっと手前。おー、それ、来た。いいよ、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 いいよ。おお、そうそう、めっちゃ出る、これ凍らせればいい。めっちゃ出る、違う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 、正解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 、これ凍らしてる、違う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 、暑いね、暑い、暑い、めっちゃ暑い、暑くない、暑くない、暑い、本当だね、めっちゃ暑い、何してる、それだけだ、それだけだ、本当だ、それだけだ、暑いでしょ、違う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 、逆の気持ち、違う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 、もう一個ある、もう一個ある、もう一個ある、ダメだって、なんだよ、もう一個、もう一個、もう一個、今の、今のよこせよ、お前人の気持ち考えろ、分かるだろ、気持ち、確認正解、確認正解、気持ち分かるだろ、今の、気持ち分かったな、今すごい、今これだ、いかに俺が今冷静かって、お前こんだけ気取ってんのもう一個、もう一個、もう一個、そこは惜しかった、惜しい、今のは確認正解、よく当てたんっていう、お、まあ、あんじゃねえかよ、まあ、やんだよすごくない、おダミーか。さあダミーな、お前ら朝からだる。すごい。見つかった。だる。探しすぎるクリア。え、ちょっと待って、じゃあだとしたら、あの iPad わざわざ凍らせるために新しいを買ったってこと？それ頭おかしい。使い方。それはそれで狂ってる。いや、工務店ね、今ね結構赤字が始まっちゃって、ユンチョル工務店で今経費削減のために。っていうか、ちょっとね、何と言ってるの刺すよ、耳の中にちょっとね、抑えてるの、出費を、だから、あれは出費を抑えてるの、あれだとお前20万円ですよどこが抑えてるの、あれは、もう完全に模型、すごくない、どんなの、そう、海外から仕入れたホーム店進化しすぎだろ、ホーム店に、ね、海外出店してて結構つながりあって、いろんな他のホーム店と、何これ、海外のフォーリンホーム店、元からつかないの、こんなもん、でも何もつかない、使えない数千円で仕入れた、このもう模型、パキパキじゃん、でも完全にもうそれっぽく作られたもの、中身すっからかん、すごくないこれ、これ2段階のうち、いや実はお兄ちゃんのただデータだけ写してるで、これガチですみたいな、いやでもとりあえずお前のパソコンはやろう、それはやろう、ダメ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 、それはやろう、ダメダメ、それはやろう、ダメだって、ダメだって、ダメだって、高評価今ついてるから、ついてない、ついてない、これまた聞かれてもいいよ、じゃあこれ模型、違う、待って待って、これ模型っすよね、模型じゃない、よくできるよ、これ海外から仕入れた、ガチ、それそれガチ、海外から仕入れた模型だよ、すごいね、これガチだって、違うって、リアルだね、高いって、すごいね、進化してる、高いって、30万以上する、あ、30万の模型、ああ、まあ、いい、模型じゃない、模型じゃない、ほんとやばい、ほんとやばい、まあ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 、今日は次回、次回、こことか、そう、水流し込むような穴あるよ、違う違う、それは違う、いや、てことでお兄ちゃんこれ持ってはい、てことで今回のお兄ちゃんの iPad と凍らせてきたドンスキリ大成功朝からこう、あったまったでしょ、そう、疲れたあったまったでしょ、これで、もう眠くなってきて、そうだよ、このままもう撮影入ってもらって、この iPad あるんだなって見出さないで、朝からあいよ、頼むからごめんなさい、ちょ、これは本当どうしてもやりたかったからってことで、改めまして皆さん、ぜひね、グッズボタン、チャンネル登録、通知オンのボタンを忘れずによろしくお願いいたします、これはね、もうすごいことになるんじゃないですか、やべえぜ、みんなをね、お兄ちゃんの iPad と凍らせてみたいなって人はね、ぜひ押しといてください、よろしくお願いします、おかしいし、人として日本に残ってないんで、押したらこの人じゃ全病気で、凍らせてほしい人は高評価ボタン、よろしくお願いします、だいぶ重症です、高評価してるということで、また次回の動画でお会いしましょう、バーイ、お前投げる、よいよいよいよ